あ、夢でもラブラブです。はい、ラブラブになったの。さらに。うんうん、いや、ラブラブです。ですよ。それ、それも。どんな現実世界での変化があったのかという話題でね、10分かきたいと思います。はい、じゃあけいちゃんからいきましょうか。私はですね、落語を始める前はちょっといろいろ人間関係で悩んでいたので、うん、ちょっと暗闇の中にいたんですけど、落語を始めてからまず一つ目が、25回ぐらい行くと本が早く読めるようになりました。今は毎日1冊読んでいて、400冊を目指して本を多読しているところです、いるので、すごい個人的には集中力が上がってきてるんだなって。で、集中力が上がると、自分の感情もちょっと落ちてた感情が少しずつ前向きになってきて、ちょっとずつ周りの見方とか捉え方とかを多方向から見れるような感じに実感としてなってきた。今までは頭では分かっていても、そのもう自分の好きな捉え方で良かったり悪かったりって悩んだり嬉しがったりしてたのが、なんか役立とかこういうの出会ってやっていると、なんだろうな、無意識的にじゃないけどちょっと違う方向から捉えてみるととかって柔軟にできるようになってきてる自分がいるので、これは私もいろいろ数学とか心理学とか脳科学とか本では読んできて知識はあった方だと思うんですけど、実感が伴うから面白いなっていう現状、これを解明したいっていう感じです。はい、ありがとうございます。私ずっと続けてる目的、一番はやっぱり元気をもらえるからですね、それが大きい。だ、自分仕事をやってると、結構自分ってダメなんじゃないかって思う時がよくあるんですね。一応達成感ある時はあるけど、それよりも仕事の量が圧倒的に多いので達成感を味わうのがあんまりない、その中でやっぱり落読って要の承認の世界で、絶対否定されないし、すごい元気をもらえる。で、こういう場って他にないんです。鴨さんの動画を見るときは自分だけですけど、やっぱ周りの人と一緒に、やるとすごく、今日も役に来てよかったなとか、落読また次いつだろうなとか、そういう楽しみになったりします。で、それをやりつつ、本も初見本で3000の曲になったので、それで本も読み込む効果出てますし、やりますか、さっき、さらに聞いてみたいことあります。あ、あと、夢でもラブラブです、ラブラブになったの。さらに、いや、ラブラブです、ですよ。それも大きいかもしれないです。その前はそれなりのラブラブ、それなりのラブだったけど喧嘩しなくなりました。ああ、見て。何だろう、それは。あ、あとですね、俺があんま話聞かなかったんですよ。話聞きながら、テレビつけたり見たり、動画とか見たりとか、携帯を 見ながら、それがあんまり聞かなかった。10倍、20倍とかじゃない、私は2倍ぐらいなんですけど、そのスピードでも前と同じぐらいの理解をやってると思います。